もうすぐそばにね、港があるという、もう海のすぐそばなんですけども、昔あの片上鉄道というのがありましたけども、その出発点にもなってた、ところでございまして、私が来ているのはね、あのお店がたくさん立ち並んでいる場所でございます。西片上の中心地にやってきておりますですね。以前もあの和気のですね、その片上鉄道の鉄道跡を教えていただきました、ケンさん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。どうも。今は、ね、海鮮丼屋が江戸初期から営まれていた旅館で、かなり歴史が古い、まあ、その一環の古いあの佇まいもそうなんですけど、中にいろんな文化財とかいろいろ有名な方が過去にも今にも来られているというところです。あ、今奥さんも開いてます。西畑の一面でランされております。いらっしゃいませ。どうも、今日はお世話になります。おかげさまよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、うわ、備前焼きのね、陳列棚がありまして、これはどういう備前焼きなんですか。販売されてるんですか。いえ、あの非売品でございます。非売品、はい、どういった方々。はい、そうですね、ちょっとご覧になってください。はいはいはい、例えばですね、こちらはお、はい、金重東洋さん、はい、はい、備前焼きの人間国宝第1号の方ですよね。はい、はいはい、この方の作品はじめ、はいはい、2代目、3代目、4代目、そして現在の伊勢崎淳先生まで、はいはいはい、作品を並べさせていただいております。お、なるほど、もう超有名な藤原圭さん、山本東秀さん、藤原優さんで伊勢崎淳さんと、はい、いう、そりゃ非売品ですよ。はい、失礼いたしました。カプチカプチというか、カフェカフェ柱時計、なんか中心部に成功者ってあのローマ字で書かれてました。これも年代なんですね。これそうなんです、ね、はい、まだ現役で動いてます、ね、はい、その隣にもあのボーンボーンってなるカフェカフェ時計もあると。これはさすがに、いえ、これもあのネジを巻いたら、あ、動きますよ。はい、素晴らしいですね、はい、あ、それから柴田錬三郎さんのね、備前でございますね。そうなんです、備前市出身の直木賞作家、ね、柴田錬三郎先生が、はい、あの当館の離れ別棟の方に逗留されて、はあ、はい、あの作品をたくさん描かの書かれました。はい、そうですか。そうなんです、はい、備前の歴史だとかを知る、はい、まあ、博物館といいますか、ね、そんな雰囲気もあるわけでございますけど、 それはありがとうございます、はい、ではそれでは、はい、まず大広間をご案内いたします。はい、どうぞあの気をつけてお上がりくださいませ。はいはいはい、じゃあ行きましょう。はい、階段を上がります。広い建物ですけど、はい、広さとかって何かこう例えるところあるんですか。何坪とか、どういう、なかなか計り知れないほどの広さだと思います。うわー、あ、本当に奥さん広いですね。あ、ありがとうございます、はい、これ何畳あるんですか。そうですね、畳 で、はい、ですね、あの舞台付きでございますので、はい、まあ、実際は50畳弱じゃないかと思います。はあ、立派な舞台ですね、これも、こちらその大広間ですけど、はい、50畳あるわけなんですが、はい、ね、まあ、刑事や法事などのご解釈であったり、はい、まあ、企業様の忘年会、新年会などですね、はい、それから、それからですね、こちらの片上八景という絵図をご覧ください、はいはい、横長の、そうです、はい、かなり大きいんですけれども、ここはあの片上の町の風景そのものなんです、実は当館 この南側の風景になります、はいはいはい、こちらは1792年釧路雲仙によって描かれた片上八景といいます、はい、構成文化財として認められました、はい、島倉千代子さんの説明書きがあるということは、けれども、あのこちらの方に空ゆかりさん、あと島倉千代子さん、他にもあのたくさんの方、企業の方がそういった方をお呼びになられディナーショーをなさった。あのお部屋って数どれぐらいあるんですか。そうですね、
お泊まりのお部屋は7室、はい、それからお食事のお部屋は大広間、中広間など4室です。4室、はい、ここのね、廊下にある扉ガラス、これもこれメラガラして、これ昔のガラスですよ、はい、そうです、明治ガラスですね、はい、これがまた貴重ですから。いいな、もう金田一耕助の世界ですね、これは。赤い絨毯が見えてまして、ありがとうございます、はい、ここはあの明治初期 の、はいはい、あの応接室になりまして、はいはい、こちら片上港からいらっしゃるお客様を、はい、あのここにお迎えして寝室のように使っていたと聞いております。なるほど、はい、うわうわなんてこのフィット感、お尻に当たった時のこのクッションの柔らかさの絶妙なこの座り心地、この背もたれも同じねクッションが多分入ってるんでしょうけど、うわーこれは最高でございますね。和室ですね。こちらはあのご宿泊のお客様のお部屋です。はい、この楓の間をご案内しております。はい、ここは先ほどの大広間の、はい、北大路魯山人先生がいらっしゃった時に必ずこちらでお泊まりになっておりました。そうですか、はい、ですからここのお部屋をリクエストされるお客様が多いです。ああ、はい、なるほど。これだからあの先ほど入ってきた玄関からすると反対側に、そうなんです、一番反対側ですね、はいはい、先ほどのお玄関は旧山陽道に面しておりまして、はい、北の玄関、はい、でこちらは南の玄関になります。こちらも一応玄関なんですね。そうなんです。南玄関です。はい、この南玄関の入り口付近にまた大きなこれだるまの像がありますが、はいはい、このだるま大師はズバリ備前焼です。うわー、はい、身長が2メートルです。はい、あのね、焼き物って焼いたら縮むので、すごい大きさでもともと作られていたと思います。うん、はい、2割ぐらい縮むって。そ, ね、それでもこんなに存在感のある大きさで、そうで す, そうです、ね、ここからあの片上港からのお客様を恵比寿屋というここに看板がありまして、はい、ここからお迎えしていたと聞いております。どうですか、はい、いやね、そうなんですよ。いわゆるそのなんて言いますか、町の成り立ちも勉強になりますし、はい、でこちらのね建物自体がもう、はい、本当備前の歴史そのものでございますので、本当にこう先ほども皆さんに紹介しましたが、まあ、旅館でありながら博物館、ね、あるいはその美術館、いろんな役割をされているということですけど、でもどうですか、まあ、これからも、はい、まあ、あのどのように皆さんに利用していただきたいと思っていらっしゃいますか。そうですね、やはりあの地域の方々に愛される旅館、あのお食事どころを目指していきたいですね、はい、本当にあのコロナ禍でやっぱりいろいろ考えさせられて、やっぱりちょっとご飯食べに行こうとかそういったことがすごく嬉しいというかね、あの本当にあの我々ができることっていうのはお食事やお泊まりを通じて豊かな時間を提供したい、すごくあの考えさせられました。今後も頑張っていきたいと思います。はい、いやぜひね皆さんも本当にあのゆったりとした時間を過ごせること間違いありませんので、ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。